フェンさん、はい、ついに、はい、服装かぶったね。いや、これ第1回と同じ服装にしてるから僕。あ、そういうこと、はい、今回ついに2人キャンプが、はい、そうですね、ようやく実現したね。いや、お待たせしました、本当に。最後の1組、最後の1組ね、だいぶ予定が合わなくて、はい、そうですね、我々2人と言ったら、はい、やはりこのここですね。ここ、これ分かるかな、みんな。いや、まあ、6割ぐらいの人は分かってくれるんじゃない。いや、懐かしい。お借りさせていただくということで。いや、久しぶりだね。いや、久しぶりですよ。あれなんすか、そのグローブ。いや、今回ね、はい、やっぱちょっと粋な計らいで、うん、あの時もやっぱり草むしりをしたと思うので、はい、今回もやろうと思って、はい、めちゃくちゃ気合を入れてホームセンターで水をね、泥とか入りづらいやつを買ってきたんですけど、買ってきた、あの、意外とあの整備されておりました。意外とね、もっと草ぼうぼうだと思ったもんね。そうそうそう、まあでもちょうどありがたいかもしれないね。ちょっとやるか、草むしり。そうだね、俺たちが使うタープ張るスペース分ぐらいの雑草はざっと抜かせていただくって感じですかね。オーケー、最初はグー、ジャンキーぽい。え、チョキチョキチョキ、あ、行こうでしょ。よしよしよし。昔結構爆速でやってたからね。確かに、そう、みたいな。そう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 、それ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 、あの、ね、言うほどないのよ、雑草。今回丁寧な雑草抜きになるかもしれない。確かに確かに。いや、懐かしいな。そうですね、第1回雑草抜きから始まったからな。そこで蚊がやばすぎて、うん、第2回はなんか蚊対策みたいな。あ、そう、やってたよね、謎のね、動画を撮ってしまったよ。あの頃は若かったよ。いや、なんかそう、振り返って久しぶりに動画見ると、うん、やっぱ若いよ、みんな。いや、そうっすよ。何でもなんか茶髪とかにしてたじゃん。あ、そう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 、ボンバーになってた気がする。いやー、お恥ずかしいですね。あれから我々も大人になっちゃって。まあ全然1年半ぐらいしか経ってないけどな。テントはすっかり子供もできました、うん、いや、できてねえよ。一回じゃんけんしとく。再選を申し込む。よし、行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。え、雑魚か。ほら、急ぎない、もっともっと働け。あ、思い出した、なんか道作ってちゃんと直したんだったわ、ここ。そこにね、なんか謎の、なんで道作ったんだっけ。ね、道作ろうぜみたいな感じ、石を張ってきて、あ、まあ、物を置けるようには確かにね、したかった。そうなのよ、再戦を申し込む。いや、いいだろう、はい、戦いだ。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、いいだろう。さあ、頑張ってください。さあ、行きます。来た来た来た、久しぶりにモンスター。雑草抜きモンスター。あれね、来た来た来た、素晴らしい。ほら、このために腰直してきました、ね、確かに腰痛めてるんだね。実際どうなんだろう、第1回ちょっとみんな見てくれてる。いや、どうだろうね。テント顔出しっていう、うん、あの顔で満足して、うん、みんな見てないんじゃないの。その可能性はある。最初のなんか3分ぐらい見て、こんな顔かみたいな。やめよみたいな。そしたらやっちゃいますか。タープ立てよう。タープを立てましょう。タープです。久々だわ、このタープ使うの。タープを立てること自体が久々だわ、うん、あ、それはそうかもしれない。なんならボールを立てよう。ボールは、あれ、ちょっと待って、いや、嘘でしょ。いや、いや、危ない、焦った、焦った、危ない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 、頭の中で今なんか青空キャンプを想定してしまった。それか2人でポールごっこ。いや、なんでだよ。2人ずっとポールやって終わりだろ、それ。うわ、見たけ。あ、めっちゃいいな。え、めっちゃいい、めっちゃいい。しかもちゃんと高さもある。キャンプ力の上昇を感じるね。よし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 、久々の登場。来た、ペントの机。これを真ん中だから、あ、俺は後ろで撮ること考えて、この辺りかな。うむ、オーケー。いいんじゃないの。2人だから開放感えぐいね。それね、それは。はい、はい、よっしゃ、完成。座っちゃいます。疲れた。もう汗だくですよ。あ、やばいね。サウナのおっちゃんみたいな感じやってたけど。まずはやっぱり乾杯するか。あり、ちょっとね、喉乾いたから。マジ喉乾いた。これです。お、黒ラベル。黒ラベルさん、まあ王道。いや、じゃあ乾杯。はい。生き返る。いや、今心からの声出たな、今。いや、マジで熱いのよ。いいね。そしてこいつですよ、チータラ。チータラ先輩、レギュラー隊員ですから。そう、2人の頃はさ、うん、クオリティ低かったね。クオリティで言ったらね、まあ、楽しむという意味ではね、変わってないかもしれない。楽しむという意味では、うん、2人ならではの楽しさっていうのは出てたと思うよ。それは確かにそうだね、うん、2人だとさ、うん、まあ慣れてるっていうのもあるし。あ、そうね、こう
俺のシュート打つ場面であるから確かに明確に分かるじゃん。それは確かにそうだね。会話のテンポ感というか、はい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 、うん、早いかもしれんね。ちょっとください僕にも。仕方ないね。一個しかないのよ。僕ねこれ自分で買ってきたんじゃなくてね、買ってもらってるっていう。ビータラセットとか言ってね。よくわがままに付き合ってくれたよこの人。ね、1年か経ってる。いやもう1年半経つよ。移動して1年ぐらいか。長野に移動して1年ちょっと。順調だよね。経ってるよ。早いもんですよ。おじさんになっちゃった。昔の話ばっかしてたらこれおじさんの証拠って言われるけど。そう。まあね、いつもね先の話をしてるからたまにはいいんじゃないですか。まあ今日、はい、とりあえず火を起こして料理をしていきたいので、ね、火起こしをしよう。だいぶこれも使い込んでるからね。結局買い替えてないんだよ。買い替えてないこいつは。こいつだってもう寿命を超えてなんか逆にもう死なない人みたいになっちゃってる。ゾンビドライフラワーみたいな。そう行くぜ。お願いします。着火。いけー。あ、いた危ない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 。大丈夫ですよ。うわー、木炭がちょっとアクティブだ。アクティブ木炭かもしれないこいつ。木木たまにいるんだよね、アクティブ木炭。いやー、オッケー、いいね、良いです。こいつを待ってる間に料理の準備するか。おお、メインイベントよろしくお願いします。任せてください。今回はまさか、そのまさか、あの伝説の入ってくる伝説の料理でーん、鶏もも肉。おお、はい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 、でっか。そしてさらにでーん、ネギ。ネギ、はい、焼き鳥を作ろう。初回もそうだったよね。そうです、初回の夜、初回の夜、まあ動画2本目かな、うん、その子は分かんないけど、うん、初日の夜は我々2人で焼き鳥作ったんで、不格好な焼き鳥作った記憶がある。不格好な焼き鳥作ったんで。今回はね、美しい焼き鳥を、オッケー、リベンジね。そう、成長した我々を見せてやろうじゃないかってことで、いいでしょう、はい、作っていこうと思います。ミラクナアヒージョも食いてえなー。あ、ミラクナアヒージョね、いつか。確かにやりたいね。ギアが全部懐かしい。いや、そうね、ギアね、ちゃんと使えば長持ちするんで味が出てくるんですよ。5年目だもんね、これ。出た、最近めちゃくちゃいじられるんだよ。キャンプ歴5年という、キャンプ歴はね、パワーワード。たぬきくんにはネギ切ってもらうか。ネギマヨってことだよね、うん、ネギマの間って何。え、ネギ、ネギの隙間に肉があるの。あ、そういうこと。いや、わかんないわかんない。じゃあネギマってネギが主食なの。いや多分違う気がする。初回はネギ切らせてもらえませんでしたね。そっか、うーん、肉もちょっと切ったぐらいか。切ってないかもな、タヌキ。うん、よし、じゃあそいつを端っこに預かっとくんで、はい、ネクスト、ネクスト、エリンギ、はい、あ、待って、これまさか。そうです、出た、でん、僕らの地球。ここから名前つきました。そうなんです、実はネイチャードくんと僕らの地球。ありがとうございます。ありがとうございます。名前つかせていただきました。ここからね、僕らのキャンプでええやんって。エリンギちゃんをなんか串に刺しやすいぐらい大きくていいんで。じゃあ丸ごと。いや、それはでかすぎる。串に刺して食べることを考えた、サイズにしてください。 M そう、はい、おっしゃ、いいね、準備いい感じです。かなりいい感じよ。これ実はね、今回お肉、はい、タイ産のもも肉も買ってあるんですよ。何、まだあるんかい。そうで、ちょっとでも量が多いから半分でも使いたいな。これ日本国産とタイ産2つ買ってあるんで。どっちがいいよ。外国産の方が安いんですよ、一般的に。なるほど。まあだけど味はね、もしかしたら違うかもしれないんで、はいはいはい、その違いが僕らには分かるのかっていう。確かに国産の方がなんか嬉しい気持ちは発生する。それは確かそうだね。後ろに竹串あったわ。あった、真後ろにあった。よく見て、不注意だよそれ。不注意でした。車だったら死んでるか。君にまさか不注意を注意されるとは。しかも車のことで。それね。今回はタヌキングが切った肉を俺がつけていくか。え、こんぐらいはどう。あ、ま、結構いい感じだわ。成長が見られる。成長見られるよ、ね、タヌキ君の。いいね。いや、かなり順調ね。あの、包丁を斜めにするっていうことを知ったから、うん、あー、それは強い。こうじゃないっていう、こうっていう。確かに確かに確かに、押し引きしてね、いいんじゃないか。はい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 、よしよし。そしたら、まな板と包丁一旦預かるんで。はい、もう刺し方わかりますよ。わかるんですか。普通に刺す。やってんね。何体もの屍を殺してきた魔剣。わかる、この剣のここの部分をネギで表現して、そこね、そう、鹿肉をね、こういう風に貫いてきたっていう。じゃあ乗せていきます。行きましょう。はい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 、いいよ。この千葉のキャンプ場での思い出、はい、何が一番思い出があります。やっぱ俺は落とし穴かもしれないね。いや、確かに
あれはね、自分たちで掘った落とし穴に自分で落ちるっていう。しかも最後思ったより落ちてるっていう。そう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 。ダンボールも結構好きだったな。確かにダンボールハウスはおもろかったね、うん。やばい、口が弱すぎる。やばい。そんなことある。火力強すぎたか。どうなんだろう。近づけすぎたかもしれない。これでもう普通に焼いてください。そんなことある。炊き串が串の露出してる部分があっちゃダメなんだな。多分その火の熱波が当たる部分に。串いらねえんちゃう。それ一応おしまいのやつ。ちなみに聞くけど、はい、後から串入れんとダメなのよ。確かそれでもいいかもね。いや作品だから焼き鳥って。これが作品なんですから。危ない危ない。塩でいく最初。そうしまして、塩コショウガーリックです。いっちゃいな。食べるか。熱いかな。いけるわ。ギリギリのところを持てば。たぬき、黒焦げ。いただきます。いただきます。はい。うまい、うまい、これはうまい、うん、大成功。串以外は。串以外ね。うまっ。うめえわ。やっぱ焼き鳥ですわ。うん。で黒ラベル。いいね。やっぱ焼き鳥とビールは合うからね。ハイジも言ってたからそれ。それがめちゃくちゃ合う。うまいわ。元祖キャンプって感じするわこの味。する。よいしょ。たぬき。終わった。セーフ、アウトセーフ。氷あるんでここに。念のためね。念のため即すぐ部屋しましょうね。やっぱり一動が一怪我を守ってセーフ、アウトセーフ。必ずやってくれるからな。大外れのやつ。これ串屋で出てきたら怒る。いや怒るでしょ。焼き鳥食い来てるのに、だってネギだけ出てきてるのはやばいでしょ。メイクが学校とかなの。ああ、あんま聞いたことない。でもあるんじゃない。ある、あると思う、あると思うよ。桃の方が柔らかいから好まれるだけかな。遠くね。多いわ。エンドすぐバグっすからね。バグった。バーニングしてる。バーニングめっちゃ油が垂れて。うわぁ。つかの部分。そうだ。終了。終わったわ。終わったわ。そう。生き返る。やっぱ生き返りますね。キャンプをやるとね、MP 回復するんすよ。メンタルポイント MP。メンタルポイント MP。マウンテンポイント。人間に山ポイントがあるんだ。いやー、また頑張れるねってなるね。いや、そうよ。他の人との二人キャンプはどうだったん？おーなんでしこの時は牧場でずっと遊んでたのが大半で。キャンプじゃねえやそれ。塚さんの時は雪がやばくて。あー雪みたいな。雪遊びが楽しかったなっていう。あと二人で料理作って。じゃあなんか王道キャンプこれだね。まあそれそうだね。そういうの結構思い出に残るからね。いやそれはあれ。やばいやばいやばい。ああこれあげる。いらねえよ。もらうけど。めちゃめちゃうまそうになってる。やば、チキンステーキだ。食える？これいける。すごいね。うん、あ、かなりいい感じだな。うん、あ、そのままガッツくかと思った。いや、ガッツこ。ガッツくわ。やっぱね、はい、キャンプといえばガッツきなんで。ガッツき、すぐガッツくからね、女の子にも。いやいや、やめなさいよ。その嘘の情報、フェイクニュース流すのやめなさいよ。行こう。行きましょう。うわぁ、ラスト。いただきます。優勝だ。うまっ。チキンステーキ優勝説ある。これうまっ。うまくね。今日これでよかった。焼き鳥で焼き鳥の良さがある。芸術だから。チキンそのまま焼くのうまいね。めっちゃうまい。じっくりやったからだね。あ、そうだね。遠火でじっくりやってたから油がしっかり入ってるんで。僕はもうお腹いっぱいだ。僕もいい感じです。どうでした？いやいいね、やっぱりね。千葉がやっぱいい。千葉のこの落ち着き感すごいね。めっちゃある。くつろいじゃってるもん。なんか確かに本物で靴脱いじゃってるもん。千葉の安定感ありますね。ある。なんだかんだあの肉のあの海産と国産見分けるうんぬんとか完全に忘れてた。完全に忘れてた。はい、どっちも美味しい。どっちも美味しい。あれあれ、バカ舌。でっかいピザ焼きました。でっかいピザ焼きました。